ちは。羽生です。こんにちは、羽生。フィギエモンです。今日は、羽生結弦選手、今シーズンの初戦である NHK 杯まで1ヶ月を切った今、新プロの情報も全くない中で、羽生選手を感じられる場所へ旅に出ようと、フィギエモンは思い立ちました。だんだんと楽しくなってきて。そうなんです。楽しい銀座へ繰り出したフィギエモンの冒険の旅を今日は全力でお届けしようと思います。素敵な一日をお過ごしください。OK。ところで10月10日のこのチャンネルの1周年記念ライブ配信では皆さんとたくさんいろんなお話ができて本当に楽しく過ごすことができました。本当に感謝でいっぱいです。ありがとうございました。で、本当は1周年記念ライブでお知らせしようと思っていたんですが、言うのをすっかり忘れてしまったので、ここで嬉しいお知らせをすることにします。9月の末から、羽生結弦選手応援 T シャツとして、フィギエモンがデザインしたこんな T シャツを、ユニクロから販売しています。なんとそのユニクロのマーケットランキングで10位を獲得することができました。すごいでしょ。しかもその10位を獲得した2日後ぐらいだったかな、スタッフからピックアップされるっていうね、この赤いバッジもいただいたんですね。ご褒美です。そう、皆様からご褒美をもらった感覚でした。皆さん本当にありがとうございました。OK。実はこの T シャツを購入していただいた方が実際に来たお写真を直接見せていただいたりする機会が何回かあったんですね。で、それを拝見すると本当に感慨深くて、自分の頭の中で考えたものが T シャツっていう形となって、まあ、パーカーとかもあるんですが、皆様のもとで羽生選手を応援する気持ちが合わさっていく。そして新しい形になった T シャツを着た姿は本当にね、感動的でした。羽生結弦選手応援 T シャツ、パーカー、トートバッグが気になっているけどまだ買ってないっていう方はこの動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ羽生結弦選手応援 T シャツを着て NHK 杯を一緒に応援しましょう。頑張る。ちなみにこの T シャツは受注生産のため届くまで1週間程度かかります。 NHK 杯の応援に間に合わせるには早めのご注文をおすすめしています。 OK。 こんな感じでこのチャンネルでは羽生結弦選手、フィギュアスケートに関する話題を毎回ご紹介しています。羽生結弦選手をオリンピックシーズン全力応援していきたいっていう方は、ぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。チャンネル登録をすると、動画以外にコミュニティの配信を受け取れるようになります。このコミュニティでは、リアルタイムの情報を不定期で発信しています。最近だと、12月の大阪開催のグランプリファイナルのチケット情報だったり、羽生結弦選手の新 CM、東和薬品の黒柳徹子さんとのロングインタビュー動画情報をご紹介しました。また、9月に始まったメンバーシップでは、より濃度の濃い情報をメンバー限定で発信しています。メンバーシップの内容に興味がある方は、メンバーになるボタンまたは説明欄のメンバーシップのリンクをクリックすると、説明動画と特典が確認できますので、ぜひ見てみてくださいね。そして先週あまりにもファンニューライフが多すぎて紹介しきれなかったフィギエモン先週のファンニューライフをお届けします。やばい楽しい。なのでぜひ最後まで楽しんでくださいね。OK。ということで、早速銀座で羽生結弦選手を探す旅を始めていきますね。はい。そう、今日の目的は予告ショート動画で分かった方もいらっしゃったとは思いますが、銀座のメゾンドコーセーです。お。メゾンドコーセーはコーセーの美を体験する新しいコンセプトストアで、コーセーの展開する多様なブランド商品が見れて、デジタル技術を駆使したメイクや美容の新しい体験を楽しめるという特別なコーセーのお店だそうですね。いいですね。そう、インスタグラムで不定期に発信されている羽生結弦のみやびやかなひとときもコーセーから発信されています。なのでここに行ったら何か楽しいことあるかもっていうことで、平日の午後行ってみることにしました。 OK。 メゾンドコーセーは銀座7丁目にあります。東京メトロ銀座駅から徒歩3分、 JR 新橋駅から徒歩7分、都営浅草線東銀座駅から徒歩5分ということだったので、フィギエモンは新橋駅から行ってみることにしました。 OK。 で、新橋駅の銀座口に向かおうとしたら、あー、なんかガチャガチャが見える。黒くてなんか大人のガチャガチャって感じじゃない？なんか面白いのあるかな？そう思ってみると、あ、これプーさんじゃない？ 300 円ね。早速やってみることにするよ。ハンドルがゴールドだ。ティガーとピグレットとプーさんしかいないから、プーさんが出る確率結構高そうじゃない？ガチのプーさん狙いでやってみました。どうかな？あ、これ耳のついてないプーさんだね。紛れもなくプーさん。一発でプーさんを出しましたよ。耳がついてないのはかわいそうなんで、袋から出してつけてあげることにしました。じゃん。プーさんの顔の中から胴体と耳が出てきました。組み立ては簡単そうだったんで、ここで組み立ててみましたよ。はい、フィギエモンプーさんのお友達ゲットです。これから仲良くしようねってことで、フィギエモンプーさん楽しそう。どんどんフィギエモンのお部屋にプーさんが増えていきますね。幸先のいいフィギエモンは意気揚々と銀座7丁目に向かいました。銀座は高級ブランド店が立ち並ぶ場所です。ルイ・ヴィトンやる気満々ですね。そしてグッチのお店は私が大好きな樋口優子さんの絵が描かれたビルになってました。これは本当にすごい。壁画のように描かれた絵をちょっとね、立ち止まって見ちゃいましたね。ルート的にはメゾンドコーセーに行くまでに通る道じゃなかったんですが、方向音痴のフィギエモンはちょっと違うルートを通って素敵なビルに出会うことができました。で、本気でそろそろメゾンドコーセーを見つけようと思って、Google マップでルート案内してもらうと、あれ？あそこに見えるのはそうじゃない？コーセーって文字が見えてきた。なんかすごいビルだね。さすが銀座って感じの作りです。中に入ると店員さんがお声掛けをしてきて、今日は何をお探しですか？と聞かれたので、羽生結弦選手の衣装なんですが、と答えると、2階になります。ってことだったんで、許可を取って中を撮影させてもらいました。この階段すごいよね。さすが美を提供する場所。細部にわたってこだわってますね。そして2階に到着すると、また店員さんが待っていました。その時は衣装を見ている人が誰もいなかったので、なんと次の人が来るまで思う存分見てもいいっていうことでした。通常は1人2分、って書いてありましたね。なんてラッキーなんだろう。そう思いながら衣装を堪能させていただくことにしました。まずは衣装の横に飾ってあるこのお写真の前でフィギエモンプーさんと記念撮影。わあ、お隣様の衣装だ。キラッキラしてる。足長い。細い。この場所では、みやびやかなひととき、第3夜が流れていて、あのイヤホンの話を早口でする羽生選手の言葉を聞きながら、お隣様を思う存分堪能するなんて、もう最高のひとときでしたよ。プーさん、お隣様のきらめきに押されてるね。この衣装は背中がとっても美しいので、バックを堪能していきます。プーさんとお隣様の共演、とっても嬉しかったようです。今度は違う方向から。この角度は人が並んでいたら映り込んでしまうので、なかなかね、ご紹介できない角度かなって思います。やっぱり平日に行くに限ります。これ、パンツのサイドのところにもラインストーンがついてるんですね。演技をしている時には気づかなかったです。衣装と羽生選手両方が美しいからこそのあの尊い美しさなんだなって思いましたよ。衣装の裏側もちょっとお見せします。裏側を見ると、羽生選手がこれ着てたんだなっていうリアル感が出てますよね。もう一回前から。フィギエモンは違う衣装だったら何回か実際に見たことはありますが、特にこのマネキンは美しく細く見えました。この世にこんなに美しい衣装に負けない美しい男性がいるなんて本当に驚きでしかないですね。そしてパワーネットの部分見てください。思ったよりも薄くないですか？羽生選手が着ている姿から想像できない薄さで、ちょっとね、ここはびっくりしましたね。本当に思う存分、お隣様の衣装を堪能したフィギエモンは、売り場の方に向かいました。すると、羽生選手のお顔が美しく見えます。このお写真、本当に綺麗ですよね。で、反対側を見てみると、あ、モデルたちに混じった羽生選手が映し出されています。どこを見ても羽生結弦だ。このパラダイス感半端ないです。そして実際に売り場の方に向かうと、11月1日発売のクリスマス限定コフレの実物が置いてありました。これね、大きい方のこちらはめちゃくちゃ大きかったです。お写真で見るよりも全然大きくてびっくりしましたね。はるちゃんの美しいお写真が箱の内蓋に印刷されています。かなりしっかりした作りでしたよ。で、こっちが小さい方のセットの内蓋です。両方はるちゃんなんですね。綺麗だわ。で、大きい方のセットには外側の箱がまだつくみたいで、それがこの後ろに飾られている天地様のお箱です。そしてその横にはネットではほぼ売り切れている前の限定キットが売られていました。私はこの中身を持っていたので、もういいかと思って買いませんでしたが、気になっている方はメゾンド構成で売ってましたので、ぜひ参考にしてくださいね。で、それぞれのキットの蓋を閉じたところです。大きい方が天地様で、小さい方がレイミー様。どちらも素敵ですね。そして、1階に降りて、羽生選手を探す旅を続けます。何気にこんな感じで、羽生選手見っけ。あ、また見つけた。ってことで、一ついつも使っているリキッドアイライナーを購入して帰ることにしました。で、その時に入れてくれたバッグがこちら。すごい大きさ的にいいですよね。斜め掛けができるポシェットです。今限定で購入するともらえるのかな？羽生結弦ダイアリーを入れるとこんな感じ。すっぽりと入ります。ダイアリーとスマホとお財布が入るかなっていうぐらいのちょうどいい大きさです。で、一緒にコスメデコルテの9月発売の新商品の美容液サンプルをもらいました。はい。結構いっぱい入ってますよね。これ全部同じ商品みたいです。3日分かな？ついてました。なんかね、行ってみると本当に楽しく羽生選手を見つけることができました。お近くの方はぜひね、行かれてみると楽しいですよ。OK。っていうことで、外に出ると、なんか雨が降っていました。銀座をブラブラしていると、お、歌舞伎座がありました。ひぎえもんは新しくなってから行ってなかったので、早速ちょっとね、見てみることにします。海外の方のために説明すると、歌舞伎座とは、日本古来からある伝統芸能、つまり日本固有の演劇を開演する専用の場所です。歌舞伎は重要無形文化財に指定されています。今はこんなのが上映されてるんですね。チケットがなくても中でお土産が買えるのでいろいろ買ってみました。で、外に出たらライトアップされた歌舞伎座が。夜の方がなんか綺麗ですよね。ちょうどこれから上映されるっていう時間でした。歌舞伎座を楽しんだフィギエモンは、銀ブラをして駅に向かうことにしました。小雨が降っていましたが、やっぱり夜の銀座は特に美しい。ビルの装飾が見事なのは銀座ならではですよね。どっちを向いても美しくライトアップされたビルが立ち並びます。ボッテガ・ベネタ、グッチ、銀ブラしてお腹が空いたフィギエモンは有楽町駅近くの台湾居酒屋に入って食事して帰ることにしました。久々に外でビール飲みましたよ。この日は本当に素敵な午後でした。羽生選手を探す旅はいつも行く前はちょっとめんどくさいなっていう気持ちがあるんですが、行ってしまうともう最高の充実感です。この時の貴重なお写真などをメンバー限定で後日配信する予定ですので楽しみにしてくださいね。OK。ここからはフィギエモン先週のファンニューライフということで、先週のファンニューライフでお届けできなかったものをご紹介しますね。これです。9月22日発売のゼクシーです。フィギエモン結婚するのって思ったあなた、甘いな。このゼクシーは視聴者のマグマグさんから教えてもらいました。ありがとうございます。セブンイレブンの店舗で買うとプーさんのクリアポーチもつくという情報をもらったので、セブンイレブンに買いに行きました。じゃあ実際に開けていきますね。すごい重いんですよ。これテープを剥がすのもなかなか一仕事でした。この中についてるね、付録もめちゃくちゃ重い。そしてこのプーさんのクリアケースついてるよっていう紙ですね。それと、プーさんのミトンですかね。クリアケースどこに貼るんだろう。どこよ、どこないんだけど。あれ、もしかして、あー、あった、ここでした。裏に貼らないであ、でもなんかかわいい。ちょっとね、捨てないように剥がしていきます。結構しっかりしてますね。じゃん。どうですか？かわいいよね。なんかツルツルしてなくてサラサラしてる感じのビニールですね。うん、ちょっとした小物に入れるのにほんといいですね。例えばアクセサリーとかそういうのも落ちないから、ピアスとか入れるのも良さそうですね。はい、じゃあ鍋つかみの方開けていきましょう。どんな感じなんだろう。このゼクシーね、300円だったかな。すごい安いので、それにしてはすごいですよね、おまけが。ちょっと開かないのでハサミで切りたいと思います。チョキチョキチョキ。開いたかな。おっ、おー、結構鮮やかで可愛い。いいですね。はい、アップにします。うん、すごい可愛い。綿も割と入ってるので、鍋掴んだ時に熱くならなさそうな感じですね。うん、よし、イメージ的に両方やってみますね。うんうんうん、いい感じ。なんか掴んでみようかなゼクシーを掴んでみるか。これかなり重いのでね、いいと思います。お、あ、バッチリバッチリ掴めます。いい感じです。もしね、鍋つかみとか欲しいなって思ってる方は、多分9月22日発売だったので、まだもうちょっと売ってると思いますんで、お急ぎくださいね。セブンイレブン限定ですので、よろしくお願いします。このクリアファイルですね。先週のファンニューライフの商品がこちらでした。とにかくプーさん尽くしのファンニューライフでしたね。ってことで、ここで一つ今週のファンニューライフをご紹介します。はい、こちらです。これは楽天市場で羽衣の羽生結弦卓上カレンダーを購入するとついてくるポストカードです。アップ卓上カレンダーは私のではないんですが、購入することになったので、せっかくなので付録付きのを購入しました。2022年のカレンダーはだんだん在庫が少なくなってきているようなので、気になる方はすぐに購入されるといいと思います。楽天のカレンダー購入リンクを貼っておきますので、ご利用くださいね。OK。そして一つ情報です。プーいて座さんに報道ステーションに羽生結弦選手出演の東和薬品の CM が流れるかもって言われて録画したところ、ちゃんと流れていました。月曜日の報道ステーションを東和薬品が提供しているそうなので、ぜひ月曜日の報道ステーションを見てみてくださいね。ってことで今日はこの辺で。いかがでしたでしょうか？楽しかったですか？今日は銀座で羽生結弦選手を見つける旅としてメゾンド構成に展示されている羽生選手の2019年のショートプログラム「音なる」の衣装を中心にご紹介してきました。次回は NHK 杯の楽しみ方の動画をお届けする予定です。だんだん近づいてくる羽生結弦選手の初戦に向けて準備をしていきましょうという企画です。ぜひお楽しみにしていてくださいね。この動画が良かったと思う方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。では最後にマスカレードプーさんジャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。ひぎえもんでした。さようなら。